んにちは、ゼキザップです。今回はもう13時になっているので、全然ねツーリングする予定はなかったです。というのも自分ねこの YouTube 以外にもブログやってまして、そっちのブログの方に書く商品レビューの記事ですね、それが滞ってたんで、引きこもってブログやってました。ただねこう Twitter とか眺めてたらやっぱりこうねすごい天気がいいんでみんなツーリング出かけてるんですよね。そのね写真とかを見てたら、やっぱり自分も乗りたいなということでね、13時からなんですけど、こうやってね外に出てきました。でこの時間からどっか行こうってなるとやっぱり遠出はできないんで、近場でね済ませようかなと思ってます。栃木県足利市の方に織姫神社っていうねすごい赤色が綺麗な、神社があるんですけど、その周辺にもみじ谷っていうね、もみじがすごい場所があるんですけど、そこの新緑も綺麗なんじゃないかなと思ってそっちの方に向かっております。もみじ谷自体はね、見頃としてはやっぱり紅葉するシーズンですよね。あの時がすごい混んでてライトアップとかもされるんですけど、今の時期だったら新緑はねあんまり狙う人いないと思うんで、非常にねこう少ない中歩けるのかなと思ってそっち行ってます。なんだかんだねこうやって安定した気候の中バイク乗れるっていうのは季節少ないですからね、もうすぐ梅雨とかにもなってしまうんで、そういった季節が来る前にたくさんねハンターカブに乗ってあげたいなと思っております。それではね栃木県足利市のもみじ谷の方に行ってみたいと思います。はい、今ね渡るのが渡良瀬橋ですね。森高千里さんの歌とかでありましたよね、渡良瀬橋って。そちらを渡っております。非常にね欄干がこうやって撮るとね迫力があるんですよね。青空と欄干で非常に迫力がある感じだと思います。でこちら渡っていけばもうねもうここら辺の陸橋から雰囲気出てるんですけど、目の前に織姫神社ですね、そちらがあります。3月だったかな2月だったかな、山火事でだいぶね話題になったかとは思いますけどね。ちょっと駐車場が混んでるんで、もこちらは回り込んでいこうと思います。本当はね下から歩きたかったんですけど、ちょっとね反則したいと思います。それにしてもねやっぱりこう新緑っていいですよね。こういうねほんの一瞬の季節っていうんですかね、そういうのはしっかりね味わっていきたいなと思います。そろそろ駐車場ですかね。結構車が多いですね。やっぱり皆さんこんだけ天気がいいとやっぱり運動に来ますよね。さあそれではもみじ谷に向けて歩いていきますが、どんどん車来ますね。そして青空も綺麗ということでね、絶好ですね。いや鳥の鳴き声がいいですね。何の鳥だかわかんないですけどすごいいい感じですね。でこちらがもみじ谷の入り口ですね。なんか犬が2匹いましたね。ちなみに今自分ね犬が苦手なんですよね。おおすごいな、新緑が、もみじの新緑もありですね。こうやって見てみると、やはりもみじといえば紅葉ということでね個体概念がありましたけど、新緑も全然いいですね。ある意味ねこれ穴場かもしれないですよね。新緑の季節はそんなに人がいないということでね、これはいいタイミングを知っちゃったな。紅葉は知ってないけど赤いのもあるんですね。何が違うんだかちょっとわかんないんですけど、緑と赤があるんで、別に春に来るのもありですね。そしてちょっと階段があるんでこっちの方行ってみたいと思います。これどこに繋がってるんですかね。歩き出したはいいものの、いよいよ怪しくなってきましたね。道じゃない感は出てきましたけど、なんだろうな。とりあえずは進んでいますかね。一応草が生えてないところを考えると登山道なのか何なのか歩けそうですね。結構なんか咲いてますね。いろんなものがね咲き始めるんでやっぱり春っていいですね。意外と急ですね。お、なんか登りきった感がありますね。非常になんか見晴らしが良さそうですが、なんだろうなあの看板は。両外山 1.2km、 ここ頂上じゃないのか。そうなったらね行くしかないですよね。ここからね両外山の方登っていくわけですけど、ちょっと両外山ってあれかな、ちょっと記憶は定かではないんですけど、2月か3月に山火事があったのが確か両外山だったかと思います。確か、なんかゴジラだかステゴザウルスだかの背中のあれみたいですね。そしてだいぶゴツゴツしてきたんでハイキングコースなのか怪しいですね。なんか登山になりつつありますね。だいぶ急になってきましたね。両手は使わないけど手使わないとちょっと危ない感じの、
山になってきましたが、あ、だいぶ登ってきたな。すごいな。あ、やっぱり両崖山だったんだ。こっち山火事の跡が残ってますね。痛々しいのが。すごいな。山火事ってこんなになっちゃうんだ。なんか悲惨ですよね。ちょうどここが境目みたいですね。左側は新緑だけど右側は山火事で、なんか緑が少ない感じがしますね。うん、やっぱり火の後始末っていうのはね、しっかりとやらないとダメですよね。まあ、タバコのポイ捨てだかなんだかが原因だったらしいですけど、なんかもったいないですよね。あ、そして、あそこで頂上なのかな？うん、もう少し頑張りたいと思います。どうやって登ろうかな。一応岩の上に立ちたいんですけどね。よしと。おー。すげえ。これが両崖山からの足利の風景。うん、いいですね。はい、ということで、まあ、もみじ谷のハイキングレベルだと思ってたんですけど、なぜか両崖山を登ってしまうということで、なんかすごい疲れちゃいましたね。まあ、かなり汗だくになりました。ただ、久しぶりの運動不足解消にはね、だいぶ持ってこいだったかなと思います。まあ、こういったこともね、パッとできるのも、やっぱりね、こう、ハンター株だからですよね。まあ、これがね、でっかいバイクだとなかなかね、こう、気軽に、よし、じゃあちょっと急だけど出かけるかっていうことはできないんですけど、やっぱり株はね、気軽に乗ることができるんで、まあ、プラッと来ることができるということでね、非常にね、楽しみ方の一つとしてはありかなと思っております。それではね、あとはもうね、来た道を帰るだけということでね、まあ気がついたらもう日もね、だいぶ傾いてきて、まあ4時ぐらいですかね、まあそれぐらいになってきたんで、まあまっすぐとね、帰りたいと思います。帰ろうと思ったんですが、ちょっと匂いに負けましたね。ちょっと甘い匂いがしたんで、ちょっと寄り道させてください。まあこちらね、三船屋ですね。甘い匂いの正体は果たしてっていうところですけど。はい、たい焼きをね、購入しました。いや、ここね、昔から食べてるんですよ。子供の時から食べてる感じですね。でこんな感じで、2つ買いました。まあ、片っぽはね、妻の分なんですけど、まあ、食べたいと思います。自分はね、この黒ごまがかかってるやつですね。まあ、中身の方がね、普通のたい焼きと違うんですよね。まあ、こんな感じで白あんになってます。非常にうまいんですよね、こっちはね。そして妻にね、顔だけにされた、こちらのね、普通のあんこの方なんですけど、こっちも食べたいと思います。うん。やっぱり白あんの方がね、馴染みやすいんですよね、こっちのたい焼きは。いや、うまいな。はい、やっぱりね、運動した後に食べるものって、普段よりもね、より一層美味しく感じることができますよね。なので、皆さんも運動した後は、ね、甘いものとか食べてみて、しっかりとね、リフレッシュしてみてください。ということで、最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。